こんにちは、エビライフのマリコです。今日のヨガのテーマはデトックスと美肌です。内臓機能を高めていくポーズで内臓を活性化させ、老廃物の排出を促していきましょう。そして内臓疲労からくる、肌荒れやお肌のくすみ、たるみ、むくみを予防改善していきます。さあ、それでは早速始めていきましょう。まず楽に座っていきます。穴くぞの方は、かかとを、一直線、そのままお尻を左右均等に座らせていきましょう。きつい方は足を長く伸ばした長座の姿勢、もしくはかかとにお尻を下ろした、正座の姿勢でも構いません。背骨を長く伸ばします。肩の力を抜いて大きく息を吸って、ゆっくり吐きます。吸いながら両手を横から上で合わせましょう。胸を高く気持ちよく、そのまま吐く呼吸を胸の前に下ろします。息を吸って、吐いて手を一度横に下ろして、一度吸って両手を横から上で合わせて、吐いて胸の前に心地よく下ろし、もう一度吸う呼吸、胸を上、息を吐きながらウエストから右へねじって、両手を自然に下ろしていきます。おへそを正面、もう一度吸って両手を横から上で合わせて、吐きながらウエストから左へねじって、手を下ろしましょう。おへそを正面に移します。一度足をまっすぐ前に伸ばしていきましょう。右の膝を胸に引き寄せて、左のかかとをまっすぐ押し出します。その右の足はももの外側に足の裏を下ろしていきましょう。左の手で膝と胸とぐーっと引き寄せて、右の手を後ろへ。大丈夫な方は伸ばしている方の足も折りたたんで、お尻の隣にかかとを下ろしていきます。右の尻どうしても浮いてしまう方は、下の足は、伸ばしたままでも構いません。選んでいきましょう。さあ、後ろの手で床マットをしながら背骨の長さを保って、さあ吐く呼吸で大丈夫であればさらに後ろを見て、ねじりを強めます。お腹いっぱいに息を吸って、ゆっくり息を吐きましょう。ねじりながら深い呼吸で内臓機能を高めて、内臓機能を活性化させていきます。そしてより老廃物を外へと排出しやすくしていきましょう。さあ、心地よい呼吸、お腹周りもいっぱい酸素を送って温めていきます。息を吐いたらおへそを正面に戻しましょう。さあ、そのままさらに足を折りたたんでいきます。膝を一つに一度座り直して、お尻を浮かせて一度沈めます。きつい方は下の足伸ばしたままでも構いません。吸って背骨を長く伸ばして、両腕を左側へとついていきましょう。吸ってそのまま左手を上です。吐きながら斜め前に向かって柔らかく倒し、さあ上の手、左胸、左の肩をぐっと開いて、もう少しねじれれば右胸、右の肩も前に差し出します。さあ、心地よく体側の伸びも感じていきましょう。吸う呼吸で肋骨と肋骨との隙間を広く広げて、
背骨も刺激して自然と呼吸が深まっていきます。手を下ろして一度正面に戻しましょう。肩をリラックスして足を伸ばします。反対側から行きましょう。左の膝を胸に引き寄せます。右のかかとはまっすぐ押し出して曲げたその足、そのももの外側についていきましょう。右の手で膝を胸の方にぐっと引き寄せて左の手を後ろ吸って背骨を長く伸ばし、吐く呼吸で自然に後ろを見て、大丈夫な方は伸ばしている方の足も折りたたんで呼吸を続けます。さあお腹いっぱいに息を吸ってゆっくりと息を吐いて、ご自身の呼吸でお腹周りもマッサージして温めていきます。ウエスト周りのシェイプにも効果的です。そして背骨を刺激することで自律神経の調子も整いやすくしていきます。息を吐いたらおへそを正面に戻しましょう。その足をさらにお尻の近くに引き寄せて一度座り直します。お尻を一旦浮いて、その沈ませ膝を一つです。吸って背骨を長く伸ばして、吐く呼吸両腕を右側につきましょう。吸って右手を上に伸ばし、吐きながらそのまま丸く倒します。上の手、右胸、右の肩を気持ちよく開いていきましょう。大丈夫であれば下の手も前に差し出して、さあ心地よく体側の伸びも感じながら呼吸を続けます。背骨も柔らかくほぐしていきましょう。手をそっと下ろして、おへそを正面、一度肩の力を楽に抜きます。足を前に伸ばして解放しましょう。はい、さあ横向きに四つん這いの姿勢に移ります。はい、四つん這いの姿勢、肩の真下に手首、手は大きく開きます。後ろのつま先を立てて足は腰幅です。皆様左の足を両手の間に一歩大きく出していきましょう。両手を膝、ももの上に添えて一度上体を起こします。吸って両手を肩の真上、息を吐いてお尻をふー下に沈めて重心を前の方に沈ませます。さあ胸は広く吸う呼吸で広げていきましょう。さあ股関節周りを柔らかくほぐしていきます。老廃物が溜まりやすい鼠径リンパ節を刺激していきましょう。さあ両手をゆっくり下、重心を後ろの足へと下ろしていきます。前のつま先は上に持ち上げて、前の足は長くゆっくり息を吐いて上体も倒します。さあここでは前の足の膝の裏側からももの裏側が伸びるところを見つけて呼吸を続けましょう。さあももの裏側にはハムストリングスというとても大きな筋肉があります。でここが、固まっていやすいと血液やリンパの流れが滞りやすく老廃物が蓄積されやすくなります。よく刺激して柔らかくほぐして老廃物の排出を促していきます。
もう一度前のつま先をついて、上体を一度起こしましょう。吸って胸を高く、両手を上、吐く呼吸でもう一度ふーん、お尻を低く沈ませて、股関節をより柔らかくほぐしていきます。両手を下に下ろしましょう。半分の円をのポーズ。重心を後ろ、前のつま先を持ち上げて、前の足は長くゆっくり息を吐いて、上体を前に倒します。さあ、ももの裏側へ深い呼吸を送っていきましょう。はい、前の足、もう一度つきます。両手を膝ももの上に添えて、一度上体を起こしましょう。肩胸とリラックスし、両手を胸の前に合わせます。背骨は長く、吸って吐く呼吸で前の足の方にウエストからねじって、体を倒していきましょう。背骨の長さを保ちます。左胸、左の肩を開いて、肩が耳に近づかないようにぐっと肩を下ろしましょう。大丈夫な方は後ろの膝をマットから離して、後ろのかかとでぐっと空気を押し出します。さあ、そのまま呼吸です。強いねじりのポーズで腹部も刺激して、腸も活性化させていきます。便秘解消にも効果が期待できます。きつい方は膝をマットへと下ろしてください。後ろの膝をついて、両手を床に下ろします。前の足を下ろして、一度そのままお尻を沈ませてリラックスします。反対側からいきましょう。胸を前、さあ右の足を両手の間に一歩大きく出します。さあ、両手を膝上、ももの上から一度上体を起こしましょう。吸って両手を上です。吐く呼吸でふーん、お尻を沈ませて、さあ股関節周り力を抜いて、よく伸びを感じます。両手を下へ、そのままお尻を後ろ、前の足を伸ばします。前のつま先を持ち上げて、息を吐き、上体を倒して、さあ膝の裏、ももの裏側へ伸びを感じます。さあ、ももの裏側、ハムストリングスを柔らかくほぐしていきましょう。もう一度前のつま先をマットへと下ろして、上体を起こします。吸って両手を上、吐く呼吸でふーん、お尻を下。さあ、お尻周り、股関節周りの力を楽に抜きます。肩の力もリラックスして、呼吸は深く。はい、両手を下に下ろして、前の足を伸ばしていきます。重心を後ろ、前のつま先を持ち上げて、ゆっくり息を吐き、上体を倒して、足のむくみも取れて、足もすっきりとしていきます。はい、前の足をついて、前の足はかかとの真上に膝、そのまま上体を起こします。両手を胸の前で合わせましょう。吸って背骨を長く、吐く呼吸で前の足の方へとねじっていきます。体を倒して、肘をももの外、右胸、右の肩を開きましょう。肩をいっぱい下ろして、大丈夫な方は後ろの膝をマットから離し、後ろのかかとでぐっと空気を押し出します。まあまあ呼吸を続けましょう。
腸の働きも活発になって毒素の排出効果が高まってきます。代謝アップにも効果的なポーズです。真後ろの膝をついて両手を下です。チャイルドポーズ、一度かかとにお尻を落として背中を長くストレッチします。はい、上体を前に移しましょう。そのまま頭のてっぺん、頭頂部をマットへと下ろしていきます。少し揺すりながら頭頂部にある百会というツボを刺激していきましょう。頭部の血行が良くなって頭痛や目の疲れ解消が期待できます。大丈夫な方は両手をそのまま後ろで組んで、組んだ腕を高く上に突き上げます。不快な症状が緩和させられてお肌の張りやツヤ、そしてたるみの改善にも効果的です。お顔の血色も良くなります。はい、両手を下に下ろして四つん這いの姿勢、両手を前の方に滑らせていきます。最後猫の伸びのポーズです。胸と顎をマットの方へと近づけて、そのまま呼吸を続けます。で、肩周りも、ね、柔らかくほぐれて肩こり解消にも効果的です。肩周り首周りもスッキリとさせていきましょう。ゆっくり手を自分の方へと引き寄せます。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。多くのねじりのポーズで、内臓機能が活性化して高められたかと思います。今後もいろいろなエクササイズ動画を配信していきますので、ご興味ある方はぜひチャンネル登録をお願いします。